ですが、経営者の皆様にとって重要なのはどっちかというとこの管理会計ですね。こちらなんですよ。当然このような処理は税法上アウトなんですよ。税金少なくなっちゃうので、これ税務署文句言ってくるわけですね。社長でもコンサルの立場でどちらの立場であってもこれ注意していただきたいなというふうに思います。どうも、一ノ沢署です。今日の話はですね、結構重要な話なんですけど、何かの節税と呼ばれているものが実は脱税ですよとか、グレーゾーンの話とかではなくて、意図せず脱税しちゃってることってありますよ。気をつけてくださいねという注意喚起のお話になっております。このチャンネルではですね、日々中小企業の経営者に役立つ話配信しておりますので、ちょっとでもね、興味を持っていただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。またですね、おかげさまで弊社の業績絶好調ということで、今新規のね、契約問い合わせが殺到しているという状態なんですけれども、人手が足りなくなりつつありますということでですね、楽しく仕事をして、経営者の皆様の本質的な役に立ちたい、そんな思いを持っている公認会計士の方、税理士の方、もしくはね、簿記2級以上の知識を持っている方、大募集中でございます。本当に能力次第でどんどん給料上げていきます。で、基本的にね、農産業でやっておりますので、農産業で3年で1000万プレイヤー目指して頑張っていきましょう。興味ある方はね、ホームページの方から応募お待ちしております。ということでですね、本題なんですけど、意図せず脱税になってしまう場合ってどんな場合なのか、これを理解するためにはですね、会計のルールについて正しく知っておく必要があります。会計には大きく分けて財務会計と管理会計という2つの会計があるんですね。はい、財務会計と管理会計、まあ、簡単に言ってしまうと、財務会計というのは外部報告用の決算書ですね。ルールで決まっている、法律で決まっているから作らなきゃいけないものですね。で、管理会計というのはあくまで内部管理用なので、形式とかは決まってなくて自由に作っていいというものですね。これは誰かに報告するためではなくて、自社、社長のためですね。社長が自社の内容を正しく把握するために、分析するために作るという、そういうものになっております。まあ、こういう違いがあるんですけど、ほとんどの中小企業は、まあ、この財務会計用のね、決算書しか作っていません。ですが、経営者の皆様にとって重要なのはどっちかというとこの管理会計ですね。こちらなんですよ。会社がね、事業活動を行ってきた結果、会社のね、現状というものを正しく理解した上で、将来の施策などを考える必要があるわけです。この会社の現状分析のために管理会計というものが必要になってくるわけですね。もちろんそれぞれね、売上があって最終的に利益が出るというところまで出していく、数字をね、出していくんですけれども、お尻のね、当期純利益の数字はどっちも一致するはずですよね。そこがずれちゃったらもうそもそもね、内容が間違ってるっていう話になってくるので、一番お尻の数字は一致するはずですと。なんですけど、その中に出てくる数字の並びであったり順番であったり、まあ、勘定科目の分け方、こういったものはね、自由なので、管理会計についてはね、自由なので、どのような形で作っても構わないわけです。まあ、これに対してね、財務会計きちいルールで決まってますので、外部報告を例えば税務署とか銀行に出す決算書っていうのはね、形式決まってますので、それにのっとって作らなきゃいけない。なので、まあ、2種類作る必要があるというわけですね。で、中小企業の場合、決算書の利用者、決算書を見る方っていうのは、今申し上げた2人ですね、金融機関と税務署、ほぼこの2人しかいないので、会計基準に従う必要がある、財務会計というのはね、会計基準に従う必要があるというふうに言ってますけれども、上場企業などと同じようなですね、小難しい会計ルールにまで乗っ取って決算書を作成すると、ここまでは求められてないんですね。ただ税金計算は正しく行う必要があるので、税法には従った処理をしなきゃいけないんですね。なので、中小企業が作っている、まあ、財務会計用の決算書、これほぼですね、税法に乗っ取った処理を行っています。まあ、こういう前提があるわけなんですけど、財務コンサルタントを名乗るような人たちにですね、間違ったアドバイスをされてしまっている、こんな話をですね、小耳に挟んだので、注意喚起の意味も込めてね、ちょっとね、動画でお伝えさせていただいております。税理士さんが作る決算書、これ当然税法にのっとった処理をしておりますので、税法ベースでは問題ない処理をしているわけですね。ただ、この税法にのっとった処理をしていると、まあ、いわゆる財務会計用の数字ですね、こちらだとやっぱり分析するには、会社の現状どうなっているのか、収益構造どうなっているのか、こういったものを分析するためには向かないわけですね。まあ、そのために、ね、管理会計というものがあって、真っ当なコンサルタントさんであれば、当然そのような事情は理解しているので、じゃあね、財務会計用とは別に管理会計で別で数字作っていきましょうという話になるわけなんですが、税務のことを全く理解していないコンサルタントをね、名乗るような人物も中にはいるわけですね。そうすると、税務会計というものを無視して、鼻から管理会計ベース、こっちだけでいいじゃんと、社長が必要なのこっちだけなんだから、こっちベースで数字組めばいいじゃんと、まあ、こんなことを言ってきたりするわけですね。社長も数字に詳しくない方が多いので、なるほどそうかと、なんで税理士さんこんなね、使えないものを作ってくるんだ、けしからんということになっちゃってるんですけど、
けど、実際そうじゃないですよと。そのコンサルタントさんが言ってること大丈夫ですかっていう話なんですね。じゃあ具体的にどのようなケースが問題になるかっていう話なんですけど、まあ業種で言えばですね、原価が発生するような業種は注意してくださいと。特に製造業、建設業、この2つは注意してください。この2つのね、原価が発生する業種の場合、決算書の中に、まあ、貸借対照表、損益計算書、BSPL というものは当然皆さん作ってますよね。で、販売費および一般管理費の内訳、まあこれがですね、損益計算書 PL の後ろについてますよね。で、原価が発生する、原価計算をする必要がある製造業、建設業の場合は、これの他に原価報告書がついてるんですね。製造業であれば製造原価報告書、建設業であれば建設原価報告書、工事原価報告書、運送業であれば運送原価報告書みたいなですね、販売費および一般管理費の内訳とはまた別の計算書がついてるわけですね。じゃあちょっとね、簡単に決算書のね、数字の並びを見て比較していきたいんですけど、はい、ちょっと決算書の並びをですね、ちょっと抜き出してみたんですけれども、はい、財務会計用の決算書、こんな並びになってますと。まあ一番上に売上来ますよね。で、売上原価というものがあって、それマイナスした残りが売上総利益ですね。こっから販売費一般管理費というものをマイナスして、営業利益が出てきますと。そっから営業外の収入であったり費用、これを足し引きして、経常利益というものが出てきます。で、そこからですね、まあ臨時的に発生するような特別な利益であったり損失、まあこういったものを足し引きして、税引き前当期純利益というものが出てきますと。まあ、この下にね、税金があって、税金をマイナスした後、当期純利益っていうのが一番下に出てくるという、こんな構造になってるんですけど、これだとまあ管理会計用ではあんまり使えないよねということで、管理会計でね、どんな数字使うかっていう一例なんですけれども、こちらですね。はい、これ変動損益計算書とかって言ったりしますけれども、まあ売上が一番上に来るのは一緒ですということなんですが、次に来るのが変動費。変動費って何かっていうと、売上に比例して発生する費用ですね。まあ、仕入れであったり、外注費であったりっていうものがここに該当しますと。売上が増えるほど増えるものが変動費。これに対して固定費って何かっていうと、売上の額が増えようが減ろうが、ゼロだろうが、1億円だろうが、一定かかる経費のことですね。例えば家賃とか。家賃って売上がゼロだからゼロ円にしますとか、売上1億円になったから家賃2倍払いますとかないですよね。常に一定ですと。まあ、こういうものを固定費というふうに呼んでいますと。まあ、この変動費と固定費を分ける、固変分解とかっていう言い方をしますけども、これをすることで、まあ、会社の収益構造っていうのが見えてくるわけですね。まあ、これをすることでね、損益分岐点売上だ、いくら以上売上げればこの会社黒字になりますとかっていうのが正確にね、導き出せるようになるので、例えば売上目標設定するにしてもですね、正しい数字で目標を立てられるわけです。例えばですよ、変動費、売上に対して 20% 変動費が発生するという業種であった場合ですよ、売上が100上がれば20変動費として消えますと。80が、まあ、限界利益とかっていうふうに言うんですけど、売上から変動費引いたもの限界利益、まあ粗利みたいなものですね。80が粗利として残りますと。で、この80残ったもので固定費を賄えれば利益が出る。固定費に足りてなければマイナスになっちゃうってことですね。固定費が80であればプラマイゼロ。固定費が80以上かかってるんであればそれじゃ足りない。もっと売上増やさなきゃいけないとかっていうことが分解してわかるわけですね。まあこういった特徴があるので、まあいくらね、売上上げればこの会社いくら利益残るのかっていうのを正しく見ていくために、まあ、この管理会計ベースの数字必要なわけですね。で、こういうね、財務会計、これ何のためにやってるのか、税法基準にのっとってやってるんですよっていう、こういう事情が分かってない方が、もうこれ会社の状況を分析するためにはこっち使うんだから、花からこっち作ればいいじゃんということで、こっちだけ作ればいいじゃないかっていうことを言っているわけですね。でもこっちだけ作るのが大問題だっていうこと分かりますかね。本来であれば、この財務会計ベースであろうが管理会計ベースであろうが、一番下に出てくる当期純利益、この数字一致するはずですよね。でも原価計算が必要となるような業種の場合、結果が異なってしまう可能性があるっていうことなんですね。例えば建設業とか製造業の場合は、製造原価報告書、建設原価報告書、こういったものがあって、まあ、そこで原価計算してるわけですね。で、そこで当期かかった原価を計算して、その結果をこの売上原価っていうところに持ってきているわけですね。で、ただですね、原価の中には、まあ、固定費に属するような項目も含まれているわけですね。まあ、これ原価の報告書、ある会社の方はね、計算書見ていただけると分かるんですけど、原価の項目の中に家賃であったり水道光熱費であったり人件費であったり、固定費、いわゆる固定費ですよね、売上の額に関係なく発生する費用、これが含まれているわけですね。なので売上原価の中には固定費が結構たくさん含まれているわけです。で、そうすると収益構造よく分からんということになるので、それ除いて変動費、固定費、こういう風に分ければいいじゃないかと、原価の報告書なんか作るなというようなことを言ったりしているわけなんですけど、それをしてしまうとどういう問題が起こるかっていうと、本来原価に入れなければいけないようなもの、これが全て費用として、当期の費用として入ってきちゃうわけなんですね。つまり費用が多く計上されちゃうっていうことです。費用が多く計上されるってことは利益は少なくなっちゃう、つまり税金も少なくなっちゃうっていうことなんですね。まあ在庫が0円、常に在庫は0円ですという状態であれば、いずれにしろね、全部原価がね、売上原価として当期のね、費用に入ってくるので問題ないかもしれない
してないですけど、実際には在庫ほとんどの会社ありますよね。建設業であろうが製造業であろうが原価は発生しますよね。そうすると在庫として資産計上しておかなきゃいけない、当期の費用に入れるんじゃなくて資産計上しておかなきゃいけない金額、これについてもこの固定費っていうところで全額当期の経費にしちゃいますということが起こっちゃうわけですね。つまり期末の在庫の金額が少なく計上されちゃうっていうことです。で、当然このような処理は税法上アウトなんですよ。税金少なくなっちゃうので、これ税務署文句言ってくるわけですね。なので税務調査でこういったことが発覚してしまうと当然否認されるっていうことになります。なのでもしこういう間違った指導を受けて、間違った処理をしちゃって税金計算ね少なくしちゃって、後で税務調査を受けて否認されて追徴を食らいましたとかってなった時に、じゃあ誰が責任取るんですかっていう話ですよね。そのコンサルさん責任取ってくれるんですかと、おそらく取ってくれないですよ。なので、まあ、社長自身が被ると、その会社がね被るということになってしまう可能性が高いのかなというふうに思いますので、本当にこういった処理してないかね注意していただきたいなというふうに思います。またですね、このチャンネル見ていただいている、もしコンサルという立場でそういった間違った指導をしてしまったということがあるのであればですね、後々お客さんが損したりと大変なことになってしまう可能性がありますので、まあ社長でもコンサルの立場でどちらの立場であってもこれ注意していただきたいなというふうに思います。このチャンネルではですね、日々中小企業の経営に役立つ話、こういった話ね配信しておりますので、ちょっとでも参考になったということであればチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。またですね、公式 LINE 登録者限定で無料で3本の動画、 YouTube でお伝えしきれないお得な情報をプレゼントしておりますので、そちらの方もですねぜひ LINE の方からゲットしていただければなというふうに思います。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。